織田常松は、室町時代の武将。官僚、芝市の悲観。終わり国守護大。受領名は、伊勢守。常松は法名であり、織田の利長の父である織田教臣と、同一人物とされる。また、最近の研究では、欧英9年頃、織田一族で最初に、小田守護大に任命されたと見られる織田教広氏と、同一人物であるという見方もある。教臣。 京日広の京の字は、同国守護の柴吉則より変記を受けたものである。陳府将軍、藤原敏人の一族と思われる、藤原兵庫女将広のことされ、小田恒正とは同人物ともされる。尾張守護代は当初は、海士が務めていたが、欧永九年頃、尾張守護でもあった官僚、柴吉則が尾張守護代、海の正教を更迭し、 お台瀬守る入道常松を新たな守護大に任じ、以後お出しが、終わりの守護大職を世襲するようになったと言われる。しかし、守護、柴吉則を補佐するため、在京することが多く、弟と推定される一族の、お台も守,守る入道常武が、また守護大として、終わりを在地支配をしていたとされる。古文書などでは、大江9年7月20日の大徳寺文書に、京広が、 守護大の権限を行使しているのが書室。大永十年八月九日の第五次文書に、お大瀬入道とあり、京広と同一人物である場合、この時期に出家したと見ることができる。第五次座す満歳の日記によると、象徴元年八月六日、常松は病に侵され、既得状態にあったとされ、満歳が常松のもとに、見舞いの使者を送った際、 織田壇上というものが応対したという記述があり、この頃まで生存が確認される。象徴2年4月29日の大徳寺文書には、守護代として、織田ともの活動が見えるので、それまでに交代したと見られる。縦打ち機の影響を3年3月8日の条文には、織田小伊勢入道とあることからこの間に死去したと思われる。前の家文書、武功山では、 伊勢守入道常松と小田郷博氏を同一人物としている。署名を信弘と名乗り、終わり守護の芝吉号の返記を受けて、郷博氏と改めて小田氏の最初の終わり守護代となり、王永五年に終わりに入国したとある。しかし、この文書の信憑性については諸説あり、またこの当時、芝吉号は生まれておらず、その父である吉則の代である。 ありがとうございます。